ってきています。で、長島町はジャガイモの畑が多いんですけど、この辺はなんか谷の中で水田がずっと見えています。北海道はもう1ヶ月以上前に刈り終わってんだけど、最近まだ刈ってるところがあるようです。稲刈りですね。寄ろうと思ってます。今3時で